はい、どうも、ティカです。今年は年内チャンネル登録者数1000人を目標に頑張っていますので、今回の動画いいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、ベストナインタイトルホルダー第3弾12名の能力チェックやっていきます。阪神近本選手、デフォルトでミスを A、特殊でセンター A 可能、阿部日持ち、写真がかっこいい。巨人岡本選手、デフォルトでパワー A、特能強い。広島栗選手、小5で9位スタミナ A 同値可能、卒4で中継ぎ可能、タイピンチ持ち、中日ビシエド選手、デフォルトでミパ A 同値、超高パワー1特能強い。オリックス山本選手、デフォルトでオール A かつ9スター A 同値、卒5で中継ぎ可能、最後の中継ぎ適正かも。B 球種以上5つ持ちで2シームスプリット持ち、最強打者持ち。ロッテ中村選手、称号でミソ A 同値可能、特殊でセカンド A 可能。ロッテ和田選手、デフォルトで総力 A、 特殊でセンター B 可能。楽天辰巳選手、デフォルトで総力 A、 通常からパワーアップでデフォルトでパワー B。 ソフトバンク甲斐選手、称号でパワー総力同値可能、キャッチャーではトップクラスの能力。西武源田選手、デフォルトで総力 A、 デフォルトでショート A で守備も積極。ヤクルト山田選手、称号でパワー総力 A 同値可能、ヤクルト清水選手、称号で球威制球 A 同値可能、突4で先発可能、タイピンチ持ち。以上。